はい、今ですね、真夜中です。真夜中で、今日は何するかというと草刈り。みんな草刈り機持ってます。で、なぜ今やるかというと、昼間だと暑いじゃないですか、熱中症の心配もあるし、とにかく暑いということで、はかどるよ、夜やった方が、はかどるし、まあ、効率的かなと、でそれをみんなで3人で実際にやってみようと。で、一応初心者も、まあ、未経験だったので、未経験、初めてです、人生初めて。意気込みはどうですか？まあ、緊張します緊張しますどうですか？まあこの時期に、まあこの間も雨を降ったりねしてから、草もよう伸びちょるんで、はい、綺麗にしていこうと思います。はい、はい、で、まあ、あの夜草刈りする映像ってなかなかないと思う。なかなかないですね。ないし、実際夜でもできるんだぞっていうのを、まあ俺らがやって、まあちょっと見せたいなと、ということで、はい、今あの車のライトをつけて、ね、そのライトに照らしてやってるんですけど、まずここからやって、はい、でこう進みながら行こうかと、はい、まずここから、まあ、自分はこっちやね、はい、OK です、OK、はい、ということで準備して、OK、はい、じゃあみんな頑張れよ、みんなちょっと止めて。何なんか、あの、人が来たみたい。人が来た、ちょっと待って、はい、ちょっと待ってね、人が来たって、やばいやばい、ちょっとやばい、ちょっと用意できて、カメ入れてきて、はいはいはい、はい、ちょっと待って、ちょっとさ、あの、置いてた方がいい、置いてた方がいい、やめなさい、よく、一緒だと思う、やばいやばい、大丈夫かな、いや、なんか、どうかな、まずかったかな、怖っ、そう、わかんない、ちょ
やっぱね、ここまずいらしい。あのえマジで夜やからうるさいって。うるさいって。え、どうするか。夜やっぱうるさいってこれ。ああ、苦情苦情苦情か。苦情苦情出たね。やめとけ。やめた方がいいね。早朝ぐらいがちょうどいいかね。やっぱ夜は。夜はまずいかも。まあもう一回6時ぐらいにね。ああとりあえずやめようや。とりあえずやめよう。そうだね。しょうがないよ。しょうがないね。苦情やから。うん。オッケー。じゃあちょっとね一回片付けようや。はい。片付けよう。やばいやばい。片付け。いや、やっぱり夜は無理や、うん、夜はしょうがないから、しょうがないな、ね、じゃあ片付けよ、はいはいはい、すいませんでした、ということです。謝ってこい、謝ってこい、そうやね、ちょっと君たちも、うん、いや謝ってこい、謝ってこい、